皆さんこんにちは、下町ぶっ飛び TV です。本日は東京都足立区荒川河川敷にやってきました。今日のゲストはミスターつとむこと増田つとむ、狂ったプードルダマさんです。はい、ダマさん。はい、ここもね、約半年前にお邪魔したカツオさんのお宅です。はい、今日はカツオさんが行くのかどうか、ちょっと顔を出してみたいと思いますので、今日もよろしくお願いします。お願いします。すごいお宅だな。じゃあ隣のお宅にね、ちょっと行ってみましょう。こんにちは。どうも。今ね、やさついてっていいですかって言って、こういうホームレスの方のこういうお家を拝見させてもらおうってことで、ちょっと今撮らせてもらいたいんですよ。いいですか。いいですよ。お、ありがとうございます。すごいお宅ですね。まあそんな言わないですけど。これは全て自分で作られたんですか。いや、あの教会の人と。ああ、さっき言ってたキリストの人ですか、ね、そうです、はい、あ、キリストの人たちとこうやって今家を作って、はい、隣もあれは家なんですか。家ですね。あ、こういう感じで。すごいお宅だな。ちょっと中見てもいいですか。何も取らないの。すいません、お邪魔します。あ、広いな。ちゃんとキッチンもあって。まあ、はい、一応、はい、で、布団があって、はい、天井も高くてね、はい、いや、1K ですね。 1K ですね。お名前は何て言うんですか。山口です。山口さん、はい、下の名前はカツオです。カツオさん、カツオ亭ですね。じゃあこれは、はい、理由だったんですか。まあ、はは、一体どんなやんちゃをされてきたんですか。暴走族ですかね。ああ、はい、なんていうチームにいたんですか。エンペラーですかね。ブラックエンペラー。ブラック、ブラックなるほど。暴走族時代はやっぱり総長かなんかをされてたんですか。いや、なことないですよ、普通の。ああ、で、暴走族を得て、そこからどうしたんですか。そこからあの東京に出てきて、はい、うん、あちこち転々と、はい、うん、やってたかな、うん、仕事をされてたんですか。ちょっとやってたよ。で、今は仕事を辞めて、辞めてホームレスをやって。ホームレス。ああ、やはり仕事はあんまりしたくないですか。まあね。さあ、カツオさんの家が見えてきましたよ。相変わらずすごいな。いるかな。あれ、おお、これがカツオのマシンと。すげえな、漫画の相変わらずの荷物ですよ。カツオさんの、あれ、家が1個になってる。あれ、あ、こんにちは。今カツオさんのお宅にお邪魔したら、カツオさんがなんと入院されたということで。はい、そうですね。結核ですか。結核です。じゃあ相当ひどかったんですかね。ね、咳してて血入ってた、血入ってたんで。ああ、それで危ないっつって救急車に。ああ、そうっすか。そしたら港区の病院に運ばれて、で次の日帰ってきたんですけど、はい、ちょっと様子を見て、はい、泉の方でちょっと検査してくださいって言われて、はい、再検査して、はい、でダメで、はい、強制治療。ああ、で生活保護を受けて。うん、でも多分まだ入院してると思いますよ。ああ、そうですか。あの半年から1年半取れたんです。ああ、じゃあ結構な。そう、体内から結核の菌がなくなるまでは出られないって言いました。ああ、そうですか。そこから2年間は何だ、保健所の、はい、元で経過観察を受けて、はい、2年で何者のこともなければもう普通にアパート暮らせる。ああ、そうですか、はい、でも結構長いあれですね。長いですね。だから定期的に健康診断やって、はい、体内から結核の菌が出ないってなれば、はい、あ、そこからもう足立区の方からもう
ですよみたいな。ああ。どこに移動してもいいですよみたいな。あ、そうですか。でも結構いるみたいですよ。年間で東京都だと600人ぐらいですよ。結局なんかで。へえ。じゃあ今いなくなっちゃって寂しいっすね。まあ小林さんも、ね、他にいますからね。元気そうっすね。自分はね全然元気だ。自分は一応検査受けたんですよ。あ、大丈夫でした？うん。全然大丈夫でした。もうあれから5ヶ月経ちますけど、小林さん全然変わりないですか？自分ですか？はい。全然。相変わらず。相変わらず。この生活を脱出しようとは思ってないですか？まだ。全然思わないですね。思わない。もう全然これでやってきちゃってるから全然。まだ相変わらず噛んで。そうですね。あれカツオさんのマシンですか？あの奥のリヤカーは。あ、そうそうそう、自分のやつ。あ、小林さんですか？あれ。うん、自分のやつ。あの荷物は？あれはね、はい、あれはそのうち片付さなきゃいけないんだけど、なかなか片付く暇がなくて。あれカツオさんのですか？全部ほとんど。あのバラしたやつはここにあるんだけど、はい、それはそう、中に入ったやつとかいろいろあるんですけど、少しずつ片付そうかなと思って。カツオ本人帰ってこないから。あー、すげえチャリがある。1,2,3,4,4 台もマシンがあるけど、自分のやつがそれ2台で、最初1台買い直したから、はい、あー、で、その何だ、カゴなんだ、はい、鉄の網くっついてるのは、はいはい、それが山口さんです。ああ、でもう一台は向こうに鈴木さんという人が、はい、ここいるいてみたいな。あ、鈴木さんという人がこの人、向こうにいる人なんですけど、それで、なんかもらったんだって、自転車、はい、そんな置いとけねえからここ置いといてくれみたいな。あじゃあちょっと一回切って、これが通称ハウルの動く城と呼ばれている、現象ですね。家を見てくれ。はい、吉田さんの宅で。でかい。でかいし、これ頑丈だよ。作り色すごいもん、これ。ちゃんとほら、ガーデニングもね。うん、じゃあ、早速、中を見させてもらおう。吉田さん、中見ちゃっていいですか？じゃあ、ちょっと。ああ、これが玄関ですね。じゃあ、これちょっと開けさせてもらおうか。これが玄関。じゃあ、ちょっとね、中を拝見させてもらいましょう。お、すげえ。すげえな。うわ、すげえ。ちゃんと棚も、収納力がすごいなし。すごい。あ、漫画があって服がかけてあって、であそこが食料庫だな。でここがキッチンだろ。でここに布団が敷いてあって、あ、食料とか、まあやっぱりね、ホームレスの方たちはもうすでに来年のカレンダーが用意されてて、なんで、まあ、顔を映せない事情っていうのはやっぱり先ほど借金があるって言ってたんですけど、そうですね、そのじゃあ借金から逃げてる感じですか？そうですね、まあ半分騙された感じなんですけど。ああ、ちょっと話に乗っかっちゃったらいつの間にか借金さえ忘れてたみたいな。それって、あの、じゃあまあ保証人とかそういうんじゃなく、まあそんなのもありますけど、自分の名前使っちゃってるから結局最終的に自分の借金になっちゃった。ああ、まあ失礼ですけど、額ってそれどれぐらいなんですか？3,000。もう跳ね切んないんだよ。あ、この先はどうするんですか？これ、まあ、この生活ですね。まあ、まあ言ったらまだお若いですし、うん、まあ体力もありそうです。まあでも、まあ、まあ、あとは仕事の人間関係でも、はい、人対人との仕事をするのも嫌になっちゃった。ああ、そういう人多いっすね。土手の、うん、土手さんってどこ、そこら中に。あ、マジですか？それが体が弱くなっちゃったり、小さい子だったらお年寄りが、あの、免疫が起こってきたりしちゃう。お兄さん、あれっすね、羽賀健二に似てますね。いや、ならないっすよ。よく言われます？言われないっすよ。そうっすか。これは、じゃああれ、カツオさんの、そうそうそう、バラしたやつ。じゃあこれ、ここね、工事するからバラしてくれって言われて。あ、マジっすか？うん、あのね、機械ケーブルいるの。あー、なるほど。追加工事するからちょっと壊したくれるんですよ。
じゃあこの材料でまたリフォームできるんじゃないですか。まあやろうと思ってます。あ、やろうと思ってですか。部屋を一つもう一つ、うん、あの荷物が増えてきちゃったからちょっと拡張しようかな。ああ、ずいぶん、まあ、相変わらず立派なお宅ですね。他じゃね、ここまで作んないからね。なかなかないですよ、こんな頑丈な。お、ちゃんと護身用のバットもね。いや、それは俺が素振り用です。素振り素振りやったんですか。運動用で素振り用です。まあそうっすよね、護身用外に置いといたらこれ逆に危ないですもんね。素振りやるんだ。椅子もこれまた立派な革シートで。それはあのゲーミングチェアってやつ。これ高いんですよね。付けてあってね、うん、買っちゃ2万ぐらいするんじゃないですか。なんかこれ YouTube とかやってる人たちが、そうゲーミングチェアってやつ、ゲームやる用の椅子なんですか。今流行りのね。ラックスかやっぱこれ。これね、足元出てくるからね。ああ、じゃあリクライニングというか足も伸ばせる。あれもほぼ横に寝ちゃうから。じゃあ夏いいっすね。ここで涼しいから。夏の夜なんかここで羽刺されるけどね。ああ、これから蚊の問題が出てきますね。プンプン飛んでる。風止まっちゃったら最悪だよ。ああ、確かに。いやでもこう夜一回止まるだろうね。あ、そうっすか。ちゃんと止まる時間があるんですか。これはすごい。夕方7時8時頃なんて一回止まるから、その時に蚊が。ああ、今缶も高くてだいぶ楽じゃないですか。268円。おお、この前来てた人は2万超えてた。あ、本当ですか。1日で2万超えちゃう。いや、そこら辺の職人よりいいですもんね。で、稼ぐっすね。40万稼ぐっすね。好きですか。毎日やってるって言ったけどね。その年毎日だよって言った。いや、ケンジさんも相変わらず元気そうで、全然痩せる様子もなく。うん、逆に太った。みんな言いますね、荒川のこういう生活されてる方たちは。いや、これはもういつ見ても立派なお宅だよ、これ。これならね、ダーマさん住みたいぐらいでしょ。すごいすごい、天井が。だってダーマさんちょっと並んでみ、そこの玄関の前。ほら、ダーマさん172センチだっけ。お前この間172って言ってたじゃん。いや、170。170に対してまだ30センチぐらいだから。これね、サブロック版だから、はい、1810。ああ、1820か。あ、そっかそっか、下に足場みたいなのもあるから。足場になってるからね。足場ここないと斜めになっちゃう。いやー、すげえ。水平取ったんですよ。いやー、参ったっすね。これ荷物はほとんどカツオさんのなんですか。いや、俺が持ってきたやつもあるけどね。ああ、そうなんですか。あのマシンで缶取ってんですか。そうそう、これはこれで回らない、あの運ぶだけ。ああ、そうですか。大変なの、風吹くと進まないし。ああ、だからもう風吹いたら、はい、行かない。ああ、じゃあ風の強い日は休みですか。だからもう風止んだ時の、はい、風止んだ時に運ぶ。ああ、なるほど。まあ急いで売らなくてもいいんですもんね。向かい風吹くと進まないからさ。ああ、そっかそっか。逆にバックしちゃったりして、うん、もうやだ。いや、すいませんでした。じゃあ入院先は分かるんですか。清瀬の結核の専門の病院です。で、お見舞いとかそういうのもできるんですか。あ、面会も行けるって言ってましたよ。行かないですけどね。あ、多いから。あ、まあそうっすよね。西東京じゃいいね、なかなか行けないから。簡単に行ける距離じゃないですもんね。うん、ちょっとじゃあ今度行ってみようかな。でも面会もね、15分ぐらいしかできないんです。あ、そうっすか。1億あそこして。ああ、この間もなんかあっちの方で入院しちゃった人がいて、その人の病院も問い合わせたら、なんかあの家族と、そう、あのね、本当にそのなんの血縁じゃないですけど、はい、私本人がいいですよっていう人しか面会できない。あとね、キーパーソンとなる人じゃないとダメだ。で、キーパーソンって何ですかって言ったら、その家族とつながりをちゃんと作れる人じゃないと面会できないって言われました。だから、うちらは保健所の人も、はい、を経由していけば、ああ、できるんですか。誰々のあれですか。ああ、清瀬か。ちょっとじゃあ今度行ってみようかな。会えるかどうか分かんないですよ。ああ、一応個人情報保護法ってあるんで。そうだから電話で問い合わせしても全然ダメなんですよ。話にならないんですよね。だから多分無理だと思います。ああ、
かったです。わかりました。すいません、ありがとうございました。はい、ちょっとじゃあ橋の反対側ちょっと見てみます。行ってみて。はい。いれば。はい。だからどういうね状況で来てるかわかんないから。ああ。来れるかもしれないけど。ああ。怒らないようにね。ああもちろん。逆に怒られる方が多いんで。すいません、どうもありがとうございました。いい